ゴンドラに吊るされた多くの鮭、空を飛ぶように目の前を通り過ぎます。登別熊牧場が作っている熊の餌用の鮭飛ば、冷たい風にまんべんなくさらされることで仕上がりよく出来上がるそうです。このゴンドラ、その名も鳥羽1号です。写真撮ろうとして間に合わなかった。食べたくなっちゃった。来られたお客様にはですね、驚きとですね、感動を与えれればというふうに思っております。登別熊牧場でこの時期の風物詩となっている鳥羽1号は来年3月6日まで見ることができます。